声が出ない。FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をホームページからネット配信しています。スマホで聞いてらっしゃる方は無料アプリリスラジまたはツイキャスで、ツイート以外にメールアドは797@fmギノワン.com です。コメントお待ちしております。皆さんこんにちは、星美雪マリアメンズ革命の時間です。少しちょっとお休みをしてたんですが、ですね、これから始めてまたバリバリ頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。私は、星美雪マリアと申します。よろしく申し上げます。はい、そして今日の素敵な番組サポーターは、はい、はい、皆さんこんにちは、ダンディモリッチです。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。もし聞いてくださってた方がいたら、嬉しいです。覚えていないというような反応が、覚えているかなって、忘れてるかもしれないじゃあまた新番組ということでみたいな感じで。そうですね、皆さんよろしくです。そうですね、気持ちを新たに、実はですね、私横浜出身でちょっと内地にいろいろありまして、行かなければいけなかったりいろいろありましてですね、ちょっと番組の方少しお休みしてたんですが、これからは、よろしく申し上げます。そんなわけでですね、今日は楽しくやっていきたいと思います。そして、今日のね、テーマなんですけれども、またこれがねとってもためになるテーマで、人生の使命人生の使命を 1,2,1,2 ってやってきたんですけど、今日は3でいきます。でこれね、聞き流していただきたいんですけれども、人生の使命っていうと大きいんだけど、ちょっと大げさなんだけれど、イメージとしては人生を貫く軸みたいなもん。なるほど。そうで、私考えてみたらそういうこと結構喋ってるんですよね、はい、なのでこれは私自身も、リスナーさんもね、ちょっとこの番組の中で、ちょっと考えていただけたらいいなと思います。人生を貫く軸ってなんだろう、使命ってなんだろうっていう時に、人っていろいろ考えると思うんですけれども、近い例で言うと、こうリーディングっていう映画が、リーディングっていうのはこうね、リーディングっていう映画がまた沖縄で、映画化されてくるんですけれども、そのエドガー・ケイシーという人が、アメリカの霊能力者のエドガー・ケイシーという人の、人生やそういう彼の、足跡をたどったり、そういう、思想を一応話しているリーディングという映画があるんですね。その話も少しずつ交えながら、その自分の、使命とは何ぞや、自分の軸になるものとは何ぞやというのをちょっ と話し合っていきたいなと思います。人によっては面白くもなんともないかもしれないんですが、年を経た時にひょっとして、あと行くばくも人生ないっていう時に、ひょっとしたらそういうのって必要かもね。そうですね、だって明日までしか生きられないっていう人って、明日何しようかなって一般の人は、軸っていうのがない場合はおそらく、でもそれはどっちなのかな、美味しいもの食べたいとか大好きな人と一緒にいたいとか、そうなるのかな。そうですね、確かにね、若い時とある程度年を重ねてくるとね、はい、なかなかそういうの感覚も必要かなと思ってきますね。そうですね、でやっぱり40代過ぎたあたりからそういうのを考えた方がいいかなと、一応僭越ですけど思います、はい、人生ね、あっという間ですよね。長いとは言いながらもね、そう中盤
後半のラインに近づいてくると。もうすっごい早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 い。近づいてくると。もう本当走馬灯のように早いです。自分のあれって何だったのかなって考えてもいいかもねって。そう、考える時間もあって、だから忙しい人はさ、こういう時になんか車運転しながら、ああ、なんだろうなみたいな、うちに帰って、ね、なんか美味しいものを食べることを作ることとか、そういうのもいいんですよ。まあ、帰って何気ない時の方がね、そう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 、そういうの考えられやすいかもしれない。なんか使命とはって、なんか、あまり夜中に、ね、重い番組みたいな感じになっちゃうから。夜中に深刻になってね、そうですね、深夜にね、考えちゃうのもどうかと思うけど。うん、そうですね、でね、私が申し上げたいのは、申し上げたいって皆さんどう思いますか？皆さんどう思いますか的なことが足りないってちょっと苦情をもらってるので、皆さんご自身の使命にっていうかね、軸みたいな、人生を貫いている軸みたいなものをお仕事でもいいんですけど、よかったら書いてください、コメントください。ですね、理想はね、例えば皆さんお仕事持ってらっしゃると思うんですけど、まあ、ご家庭のね、主婦の方でもお仕事ですよね、大事な子育てされている方もお母さんもみんなお仕事持ってると思うんですけど、そのお仕事の中、お仕事とそれから自分の使命と重なってる人ってすごく少ないと思うんですよね。はい、うん、だから逆に言うと、ご自身がお母さんをやってるなら、その中で自分子育てが使命っていうのもいいんだけど、そこに自分だけのオリジナリティの使命を作っていく、私しかできないこの使命ってなんだろうってね、考えるのもいいかなと思います。うん、ちょっと難しい話ですけど、メンズ革命、男性としてはどうですか？お父さん、ちょっとやめましょう。じゃあお母さんお父さんになるとちょっと話が膨大になっちゃうんで、やめましょう。個人で考えた時、うん、どうですか谷森さん。そうですね、個人で考えた時、やっぱり基本になるのは自分が好きなこととか、はい、そういうものの上に成り立って、うん、自分がしたい、自分が中心に、まず元はなくちゃいけないかなと、あっていいかなと思う。あ、自分が中心に縁があるとしたら、人生の縁があるとしたら、うん、中心に自分がいるっていうことね。まあ、人をね、他の人が、うん、にこっちに中心になっちゃったり、こっちに中心になっちゃうっていうよりは、うん、やっぱり自分に中心を置いておかなきゃいけないし、置いておきたいなと、うん、そうですね、自分は思ってるんで、うん、そうですね。例えば瞑想とか、そういったまあ、どっかの宗教団体入ってる場合は別かもしれませんが、瞑想とかそういうのも、そういうこうワークなんかもそれに行くためのツールですよね。ただ影響はね、受けるかもしれないけれど、うんうんうん、あくまでそこで自分の気持ちと照らし合わせて、そうですね、私は何でしょうねと考えそうですね、方がいいのかなと思ってるんです。でね、社会生活、今日もあるんですけど、あったんですけど、社会生活を送る上で、私こうですからこうしますとか言うと大体嫌われますよね。だから自分の主義主張を押し通したら、そこで押し通したら嫌われるシーンってとっても多いと思うんですよ。だけど、まあ、その時は媚びは売る必要ないんですよ。でも、まあ、感じよくしておいてね。そしてお家に帰ってもう一回おさらいして、自分の心に聞いてみるっていう二重段階にしておいてもいいかも ね。 そうですね、まあ、外では自分の意見あえて抑えておいても、うん、自分の中では、ダディさんそうだよね、うん、私は外行ってあんまり言わないかもしれないけど、意固地に自分の中ではね、意固地に、私はこうですこうだろうなっていうのがあるような気がしますね。そうですね、ダンディモイチさんはそうですね、見かけすごく穏やかな方なんですけれども、ご自身をしっかり持っている方ですよね。とてもそんなすごくないんですけど、すごくない、すごくない。じゃあ人間誰でも成長過程なんで、そうですね、はい、まだ未成熟な部分が多いんで、いや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 、そんなこと言われたら私どうなっちゃうんですか、もう子供の幼児期です。でね、自分の、まあ、これリーディングの、江戸川謙信も言ってるような一節にもあると思うんですけど、自分のその仕事、主軸になっている仕事が、まあ、自分の使命であると。でそれでお金をもらえるかもらえないかっていうのは確かに重要なんだけれども、それをお金をもらえるかもらえないかっていうことをちょっと切り分けてね、自分のお金をもらえなかったとしても、自分の使命は何だろう、何ぞよなっていうところをやっぱり考えていくうちに、そのうちそれをやってるうちに、それが本業になったりするっていうケースもありますし、まあ、ちょっとそれは理想論だから、じゃあ、まあ、全然私自身も好きじゃない仕事をお金のために一生懸命やったとしてね、でじゃあお家に帰ってから自分の使命を、その仕事の中にも、その好きじゃない仕事なんだけれど生かしていくみたいな、まあ人生短いんで、自分の使命を知ったら
ある程度それをなるべく日常生活に反映させていくっていうのは、実行に移していくっていうのはやっぱりやりたいし理想ですよね。理想というかやりたいです、はい、確かにね、はい、お仕事やっぱり決して楽じゃなくて、楽じゃないですよ、辛いことが多いんだけど、多いですよ、でも、うん、その仕事をやってきた、あるいはやっているっていうのは何らかの関連性があって、そうですね、それを やっている意味があるんでしょうね。そうですね、そして考えざるを得ない、そうです、周囲の人も厳しいですから、うん、あの実力もなければ切ってきますし、今の時代はね、それも使命の使命とも若干関わってる部分はあるかなと、はい、そうですね、うん、まあ、やってきたこと、やってることっていうのは、はい、無意識の中でその使命が、うん、してるんじゃないかと、あの才能っていうことがあると思うんですね。例えば、うん、まあ才能、語学力がすごく、語学を学ぶのが早いとか、例えば、人あしらいがうまいとか、そういうのって生まれ持っての、まあ、環境もあるけど、おぎゃっと生まれた時からの才能みたいのがあるんですよ。でその才能ってやっぱり神様から与えられているもの、神様って言っていいのかな、まあ、親の遺伝の中にあったもの、それが映し出されてきたものかもしれないけど、やっぱりそれを生かしてあげるっていうことはとっても大切なことだと思いますね。でそれが生かされてちゃんと社会で、周りの人でもいいんですけど、それを理解してもらえた時にやっぱりその人の価値っていうのは上がるし、でもそれは次の段階とも言えますよね。まず自分の中で自分が何に適性があり、自分に何が人にない、人から秀でたって言ったらおかしいんだけど、人にない、その人を助けられる、この世の中のためになる力を潜在的に持っているのかっていうのを知るのは、繰り返しになりますけど、とても必要かなって思います。はい、コメント来ないんですけどね、やっぱりちょっと早口すぎるっていうこともありますが、どなたか一人でも聞いてくださってる方がいると思うと嬉しいですね。はい、ここでですね、ジュエさんの曲で、近所リュータ三点ね、まあ、これ個人的な趣味ですみません、近所リュータ三点の、花楽園の中でジュエさんが作られた曲、花園をちょっと一曲参りたいと思います。違う曲が今流れてるみたいなんですけど、まあ、ちょっとねこういうこともあるわけですよ。でその使命っていうのはね、やっぱり使命っていうとちょっと大行になるんですけれども、自分に与えられている、自分に与えられている固有にみんな個性があるでしょ。自分のその個性を生かしきって生きる、自分に与えられた天命を生かしきって生きる、なるべくなら生かす方向で生きるっていうことはやっぱり大切なことですよね。それは自分の意思というよりも、むしろそれに沿って生きる方がやっぱり天の意思に、天の意思というと私宗教家ではないですが、そう沿って生きることだと私は思います。でその信念や軸をね、今ちょっと音楽バタバタしてるんで喋ってるんで、軸を持っているといろんな人から、例えばね、社会、それは常識的じゃないとか、それはちょっとまあ変じゃないのとか、いろんなバッシングを受けても強くなれるんですよ。だって常識なんて、この小さな世界の中の常識ですよ。日本っていう海外でしちゃえば常識なんか変わっちゃうんだから。だから、まあ、権力者っていうか、そのトップにの人に気に入られるっていうことを、あ、流れてきましたね。美しいジュエさんの曲が流れてきました。失礼しました、おしゃべりで邪魔しましたねえ、
CM です。メロちゃん、ずっと聞いてますよ。ありがとうございます。20秒前です。はい、星みゆきマリアメンズ革命です。メロちゃんという方からずっと聞いていますよ。ありがとうございます。可愛いアイコンですね。一人でもいただけたら本当にありがたいです。久々なのでね、多分この番組なくなっちゃったんじゃないかって思っちゃう方もいらっしゃるかもしれませんけど、これから未来永劫続いていきますのでよろしく申し上げます。そんなわけですね、皆さんのその軸となる人生の、あの使命、軸となるもの、これがあるとですね、何言いたいかっていうと、いろんな人からこう、まあ、常識外れだとかですね、まあ、会社でですね、まあ、何やってんだとか言われてもですね、ああ申し訳ませんって心の中に軸があるので、信仰とはまた違うんですけれどもね、まあ、信仰持ってらっしゃる方はそれでいいんですけど、何かね、あの自分の目標に向かっていける一つの原動力になると思うんですよ。親や友達、それから会社の上司、そうね、同僚、いろんな人にいろんなことを言われたとしても、最終的に決めるのは自分っていう、こう軸が強化されていくと思うんですよね。だけど、まあ、意固地に見られるとこれ良くないんで、まあ、私の場合はどうやって使ってるかっていうと、意固地に見られたくない、もうそれもエゴなのかな。でも自分の中で、一旦はそのお相手やその矛盾、あとって思うことを受け入れて、それで後で自分で落とし込んでから、あ、こういうふうに私は考えてるし、こういうふうにやって、プラスに持っていこうとか、こう言ってくださることはありがたいんだっていうふうに、逆にね、批判やそういうものを転化させることが、軸を強化するとできるようになるので、そういうことに気づかせてくださってありがとうございます。厳しいこと言ってくださって本当に嬉しい。だ、切れ事じゃなくてね、本当に思えるようになるので、そこをちょっと私は努力していきたいなと、努力じゃなくてね、やっていきたいなと思います。フラフラしている感じだと、自分の中に軸がないとどうしても弱くなりますよね。どう思いますか。私喋りすぎたけど、さっきありがとうございました、音楽担当。はい、戸惑っていてすいませんでした。いや、その戸惑いも美しい。久しぶりなんでちょっとね。そうですね、ありがとうございました。手元が狂ってしまいました。手元の狂いも素晴らしいです。それもまたね、で、男性、女性はね、比較的その男性が軸があると思ってついていく人多いと思うんですよ。で、例えば、決断力がすごくあるとか、まあ、すごくこの人に頼ればみたいに心底思っちゃう女性って、若い女性っているかもしれない、強く振る舞ってるね。それはでも昔は確かに男性社会の中で上に行かなければ殺される時代、武家社会、まあ、男性社会ね、うん、ああいう戦国時代なんか特にそうですよね、うん、だって弱っちい人についてたら殺されちゃいますもんね、まあ、強引でね、ある意味ね。そう、エゴイストでないと。そうです、自己主張強く。そうです。でもそういう人たち、例えば武家社会のトップの奥方様が幸せだったかというと幸せでもないんですよね。やっぱりメンズ革命面から見ると、そうです、女性の気持ちをやはりね、そうです、考慮する、うん、それだけの余裕を持ってで、ご自身なりの軸を持って哲学を持った上で考慮するっていうところ、これもっと大変なんだけれど、これ私も難しいと思う、うん、やっぱり現代社会はそれがあってこその、そうです、女性と男性あってこそのね、そうですね、社会ですからね。往々にしてやっぱりその人の性質かもしれないんだけど、やっぱり人に対して優しい人っていうのは
機微が分かるから、あんまり人をこうすっごい勢いでこう 男っぽくリードしたりはしにくいと思うんですよね。うん、そうですね。持ち分っていうのがあって、でそういうところで満たされない思いをアーティストっていうのは、あの例えばちょっと、文学者とかね、ああいう人たちっていうのはそういう本当にこう細やかなそういう気持ちっていうのを、ね、やっぱりデリケートなそういう気持ち、エゴイストリチャーの人たちも書いてったんだと思いますね。だからそういう方法もある、あの文章を書くことに長けていたらそういう日記を書いたりね、そういうのもいいと思います。それが世間に、あの、まあ、何でもそうですけど、世間に認められる認められないっていうのはまた別の次元ですよね。そういうことじゃないんですよね。私綺麗事言ってますけどね、やっぱり人には欲があるから認められたいとか思うでしょうね。どうでしょうね。でもそれは認められるというよりも、例えば、踊りで言えばいろんな人にそれを伝えていきたいっていう純粋な気持ちから始めたらどうでしょうかね。今はね、戦略だとかね、そうやってどうやって世の中にたくさん知ってもらうためにはどうしたらいいかとか、もう寄ってたかってみんなが頭を使ってね、賢い人たちが寄ってたかってね、人をいじくり回していく時代なんですよ。でその中でその当人っていうのをやっぱり妥協しながら、生きていかなきゃいけないっていう、まあ、それが現実ですよね、世の中の現実だから。今喋ったことはひょっとしたら夢物語かもしれないんですよ。ただ、さっき言った、ちょっと言った軸を持つっていうこと自体は夢じゃないですよね。自分の心の中で起きてることだから。どう思います？で、突然またそうですよ ね、 あの、やっぱり自分に軸を、やっぱりいろんなね、周りいいお言葉とか、聞いて、それによって自分もそれを反芻して、一晩考えて、自分のことを照らし合わせたりすることはとても大事で、そうですね。それで次の日に、一歩成長したかなという違う自分が生まれていく。 そうですね。それを長いことやってて、何十年もやってるけど、どうかな、成長したのかなと思うけど、まあ今の自分はそういう経歴をたどってできているんだから、いいと思います。そういうこう積み重ねてね、あのやっぱり一晩考えて、きちっと考えて答えを出していくって、もうとても誠実なあり方だと思いますね。はい、ですね、星みゆきマリア、愛のメッセージ。皆さんの人生、私も含めてですね、そんなに人生は長くはありません。その中でご自身の人生の使命、軸、もしくはテーマを決めるっていうのはとても大切だと思います。で、いろんな毎日嫌なことがあったり、例えば、いろんな人たちから嫌なこと言われたり、嫌な経験をしたとしても、ご自身にその軸さえあれば、使命感もしくはこうしていきたいという気持ちさえあれば、必ずそれは、力になってくれます。自分が落ち込んだ時の力になってくれます。そして逆に相手に対して感謝も生まれることもあると思います。ですから皆さん、ぜひ日々の生活の中でご自身の使命、それから役割、そういったものを、考える時間をお持ちになってはいかがでしょうか。ぜひかっこいい男性、そういう芯のある男性になってください。メンズ革命では応援しています。ありがとうございました。はい、そんなわけでですね、今日はちょっとね、お二人でね、結構素晴らしいテーマについて、さあ、私はね、これはとても好きなテーマなんですね。ですから、これからもちょっと、こういうお話もするかもしれませんけれど、まあ、いろいろ取り混ぜていきますので、ぜひ、また次回もお聞きいただけたらいいなと思います。ありがとうございました。聞いてくださった方お一人でも感謝します。はい、どうもありがとうございました。また気をつけよう。おばさんテーマはくどくなる。いやいやいや、人の場にしたらすごいと思う。